どうも、コウジです。今回はこの、内耳神経について見ていきたいと思います。内耳神経というのは、内耳孔、この、側頭骨の穴を通っての蝸牛と前庭を支配するので、前庭蝸牛神経とも言います。それでは見ていきます。内耳神経というのは、始まりの核、内耳神経核というのは、この辺りに縦長く内耳神経核があります。で、横から見ると、このあたりですね。その、縦長い核から出た後に、この内耳孔というところに入っていきます。で、この内耳孔を入った後は、側頭骨の中の、骨迷路というところに入っていきます。そして骨迷路の、下流に行くのが、下牛神経。前庭に行くのが、前庭神経となっています。厳密にはこっちが前庭なんですけど、こっちの方も前庭神経という風に分類されています。で、これが、有名な半規管です。半規管は、見ての通り、回転ですね。回転加速度。だから頭は、回転した時に目が震えるのはこの半規管のせいってなっています。一方、こっちの前庭というのは直線加速度といって、水平方向や垂直方向に揺れた時に、あ、揺れてるなと感じることができる器官となっています。最後まで聞いていただきありがとうございました。